世田谷パブリックシアター2023年3月公演「ハムレット」でハムレットを演じます野村勇輝ですリーディング公演を踏まえた上で今度はリーディングをせずに本を読まずにセリフを言うということでえ体で表現することも多くなるかなと思いますがそこをえー課題にしつつ練習でも頑張りたいと思います。父ででああり師匠でもある、えー ま本作ででは演出家でもあるえ野村満載え実際の古典芸能の狂言の中での師匠とこの「ハムレット」でのストレートプレーでの師匠というのは少しこう違うんですけれどもかといって師弟関係というのは変わらないものがあるかとは思いますのでビシバシ鍛えていただくことになるかなと思っております。岡本慶人ささんんや藤間子さんなどまあ同世代 とは言ってもです、ね、私よりはお二方とも年は上でございますけれどもそういった年の近い共演者の方にもお相手をしていただくということで本当に胸を借りる気持ちでですね、まあ、私は古典芸能の表現ばかりやっていて普段からこういったストレートプレーをやっているわけではありませんので、まあ、そういった意味でベテランのお二人をはじめ他の方々若村さんをはじめとした さらにベテランの方々にでもですね、胸をお借りしつつ頑張りたいと思います。日本やイギリス、それ以外の国でも愛されているハムレット、シェイクスピアですけれども、私もそのハムレット役として、えー、頑張らせていただきたいと思います。2023年3月、ハムレットどうぞご期待ください。